はい、皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ファイアーエンブレム封印の剣、続きをやっていきたいと思います。西方三島でのね、あれが終わって、今度からまた大陸本土ですね。王とアクレイヤ、王とアクレイヤで起こったクーデターはたちまちエトルリア全土へと飛び火した。セシリアはギネビア王女を伴い王とアクレイヤより脱出。さらに反クーデター派を組織し各地を転戦する。しかしベルン王国を後ろ盾としたクーデター派の勢いは強く、この人が国王モルドレッド、国王って感じがしますね。こんなに見てすぐ分かる国王、へえ、意外でした。もっとなんかおじいさんですね、これは。また彼らに抑えられた国王モルドレッドの勅命により三軍将、大軍将ダグラス、騎士軍将パーシバル、この両名がクーデター側についたこともあり、国王が人質になったからしょうがなく、何でしたっけ、ロアーツとアルカルド側に ついたってことか。反クーデター派は次第に押され始め、やがてミスル半島西端にある古城へと追い込まれた。ミスル半島はエトルリアですか？エトルリアってもうちょっとどこまでがエトルリアなのかわからないな。真ん中の下がリキアでしょ？その左が西がエトルリアで、ミスル半島ってどこの国なの？エトルリアなのかな？セシリアたちの居場所をなんとか探し当てたロイたちリキア同盟軍は、また長旅やな。その救出のため西方三島を後にしミスル半島へと向かった。その頃反クーデター派は古城に立てこもり、ベルン・エトルリア連合部隊の攻撃を受けていた。セシリアの働きにより前線を続けた反クーデター派であったが、ここに来てその敗北は時間の問題と言ってよかった。パラディンおるよ。騎士多いな。ドラゴンもおるよ。オールド大活躍会かな、今日。シューターもおる。村もある。結構出れますね。結構出れる。ちょっと待って、マップを見たい。結構出れるな。レイを出したいんですね、レイ。でもミールがさ、ないんだよな。なんか、店あるかな？道具屋とか。ある。闘技場もある。道具屋、これミールとか売っててほしいけど。アストール。トレンディットどうだ。誰か削って、レイを。レイの代わり、シャニーはいるな、クレインはいるな、ランス、ルー、導きの指輪欲しいんですよね、導きの指輪が欲しい。ちょっとレイ無理かな。導きの指輪が欲しいんですよね。マリナスもできるなら出させてあげたいけど、ちょっとユニットきついな。ティとクレインはちょっと頑張って育てるし、ディークもレベル17か。シャニー、ディーク、英雄の証も欲しいし、ちょっとクラスチェンジアイテム欲しいな。これで行くか。となるルーはいらないんですよね。ルーとレイは一緒に出したいから。ルーって速さの期待値が15らしいんですよ、レベル20で。めちゃめちゃ下手れてますね。魔力は同じ、なんか期待値通りらしいんですけど、大体速さがね15ぐらいなんですよ、期待値。相当下手れてますよね。つかリリーナに抜かれてますからね、かなりショックですよ本当に。アソールいらんな。
あ、ちょっと待って、敵のアイテム盗めるかどうかを見よう。敵将は、あ、おおおおおお、弱っ。何これ、目を疑うほどの弱さやね、これ。弱いのは知ってましたけど、こんなに、え、これほどとは思わん。クレーンより弱いやん。下手したら、え、マーカスといい勝負じゃないこれ。マーカスより弱いんじゃないかな。マーカス多分速さ11ぐらいなかったっけ。あ、でも HP はクラリーネより勝ってますね。これはちょっと目を疑う弱さ、すごい。しかし私はセシリアさんを仲間になったら絶対使います。はい、ちょっと、あ、そうか、緑軍か。あれ、敵将いないのか。敵将がいない。フレア、あ、お前は12章でいたな。ナイトキラー、キルソード、やばそう、やばそう。敵の武器やばいな。あ、パー様、誰で話すんだ。ロイかな。ロイでしょうね、多分ロイと話す。あ、違う、パー様じゃなくて、金の槍の、うん、あれ、そんだけ、そんなもん。まあ、増援いっぱい来るでしょうけど、まあいいか。あ、じゃあ、あ、ストーラーいらないので、ルーとレイ出せるか。うん、ですね。アイテム整理しよう。輸送隊詰まりそうなんですよね。今回レイピア結構役立てるんじゃないかな。すいません、ライブ。あ、でも輸送隊、あ、そっか、マリナス出したいな。マリナス、マリナス出して、どうしよう。あ、マリナス出したいな、マリナス出したい。誰か削ろうかな。ルトガー削ってもいいけど、ルトガーいいよな。ルトガーはちょっとクラリーの支援用に出したいし、戦力としてはそんなルトガーはいてもいなくてもどっちでもいいんですけど、エリーナを育てたいし、どうしよう。レイルルー、ちょっと、おじさんするか。マリナス武器が足りなくなった、闘技場もあるしな。マリナスはいるよな。え、どうしよう、どうしよう、ちょっと待って、どうしよう。なんか闘技場跡として誰があれする。クラスにアイテムもうないですよね。天空の武器があるけど、いや、やっぱりいるよな。マリナスいるんですよ、マリナス、どうしよう。シャニーとディークはいるよな。ルトレイもいるよな。マリナスもいるよな。ルトガーいらないかな。いや、ルトガーをクラリーネとセットで使いたい。となるとレイも育てたい。マリナスいらない。マリナスいいや。ああ、マリナス別にいいや。ということはかなりちょっと武器を、うん、武器大事にするか。マジで鉄の剣、あ、違うな、誰かに破れなかったっけ。ゴンちゃんか。交換、まあ、ルトガーは別にいいんですよね。で、ゴンちゃんは受け取る。傷薬、鉄の斧もう一本ぐらいいるかな。手斧が切れそう。手斧もう一本、ピットはこれでいい。リリーナ、ファイヤーもファイヤーいいか。多分18通レベル完成するな。アレンこれでいいやろ。アレンちょっと斧を持たせてください。オルトもこれでいい、クレインもこれでいい、ランスはちょっと武器不足やな。どうしようかな、槍かな、槍。ディーク先輩これでいい、シャニーもこれでいいかな。シャニー剣が使えますね、そういえば。レイこれでいい。レイは、傷薬。ルーはこれでいい。いいですね、いいですね。OK かな。で、で、どういう感じでいこうか。ここは多分2つ塞げばいいだけなんで余裕だと思うんですよ。あれなんすかな、あれなんす、あれ、うん、ランス、オルト、
オルトでも上行ったアレンランスオルト広いで右ここからどうやってくるのかな来たらやばいけどで上も多分上も2つ下げばいいからなあ上にするか上に行こうアレンランス上でアレンランス上でソシャル組をバサバサ倒していきでこの橋も2人であなんかいるかもしれない結構でこっちは壁できる人あんまりないですねリークシャニーシューターに注意やなこうでも全然シューター飛んでこないしリークシャニーゴンちゃんでクレインこんな感じこんな感じかな長くなりますねすいません記録するよし第13章救出作戦やっぱりこの曲がかかったらナーシェンですよねバラシルは落とせないのかはセシリア将軍率いる敵の抵抗が予想以上に強くでも一人しかおらんよあの名前来た女かまたしても私の邪魔をお久しぶりゼフィール手こずっておるようだなナーシェンああイズンちゃんも久しぶり参照以来ですかねこれは陛下いつこちらに先ほど着いたばかりだそうよ今来たばっかりや見えんかったんかお前どうやらエトルリアの将軍が頑張っておるようだな一人で頑張ってるよは早急に攻略いたしますのでよいわし自らがそのもの相手をしてくれる自らだと陛下を自らが戦われなくても構わぬ良い作業だナーシェ案内をいたせいや案内いたせってか歩けるだろその距離ぐらい見えてるだろてってけて状況は城はまだ落とされていないようですそうかとにかく急ごうよしドゥ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 こっちはね安定すると思うんでディークとシャニーでディークとシャニーでシャニーでゴンちゃんかなゴンちゃん壁にしてもいいかな導きの指はマジで欲しいんですよね杖が一人しかおらんし今のところあー導きの指はマジで欲しいシャニーティットンでクレインで上はねアレンランスとオルトでアレンランスを、まあ、フェレ組でアレンランスロイオルトでねえ槍ですよね槍であちょっと待って録画止まるえしっかりしてあれうん斧やねよしやっと斧が使えるオルトじゃあオルトロイオルトルーとレイは仲良くイチャイチャするでクラリーネたちはどこでも回復がいけるようにまあ適当に分散しとくあと救出っていうかあの助っ人に行けるようにうんてててててて貴様が魔導勲章ゼシリアかベルク王ゼフィール貴様の戦いぶりに免じてわし自らが相手をしてくれよあうわかわいそうゼフィール顔色悪っ必殺強すぎるあ気を失ったかたわいもないさすがは陛下お見事ですエトルリアの将などこの程度のものだ陛下もしよろしければこの歌私にお預け願えないでしょうかこの裏には少々恨みがございましてたっぷりと思い知らせてやりたいと
ありがたき幸せ。おい、白太郎を使えるよう準備しよう。はっ。おい、いや違うね、ボス。いや、ゼフィールは多分退却するでしょう。フレアが敵将でしょう。でん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 。おい、止まるな。え、止まるな、おい。やばい、ちょっと。アパー様、ベルン軍が城を攻撃した。はっ、話が違う。あ、え、あ、そういえばパー様はセシリアさんがすぐ近くにいるの知らないんですかね。だってさすがに同僚がさ、城で頑張って耐え忍んでるのにさ、パー様が見て見ぬふりをしてるわけないですよね。知らなかったんですかね、すぐ近くにセシリアさんがいるって。エトルリア国内の問題は私たちが処理する、そういう取り決めだったはずだ。いかがしましょう。城の攻撃を指揮した者はナーシェン将軍か。いえ、ゼフィール国王を自らとのことです。てか一国の王がさ、こんな大陸の西の果てに今いるんですよね。それもなんかおかしな話ですよね。国王自ら、つまりベルンは私たちに任せるつもりなど最初からなかったというわけだ。しばらく動かぬ、皆にそう伝えてくれ。はっ。ルルルル、あ、ルル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 、城が落ちたというのは本当なのか。1ターンで落ちましたね。はい、我らは間に合わなかったようですな。いや、誰でも間に合わないよ今。セシリアさんはどうなったんだ。撃たれたという知らせはまだ入っておりませんが、おそらくは。いや、可能性が残っているなら僕は決して諦めない。城は急ぐぞ。間に合うっていうか、エッケザックスかっこいい。ゼフィール専用、間接攻撃可能。おお。しかも無限に使える。ちょっと威力の低いラグネルですねこれは。でもラグネルより命中が優秀ですね。ああ、さすがに強いけど速さがね、普通ぐらい、普通以下ですね。国王だって、ジェネラルっぽいけど国王か。はあ、ま、続けますか。なんかやばい武器は持ってないか。手槍、銀の槍か、鋼の槍。アクスバスター、キラーランス注意。キラーランスは次の機会にやろう。で、オルト、ロイ、でルーレイはちょっとここでイチャイチャするやろ。まだ大丈夫ですね全然。あ、これは長弓来た。長弓、ゴンちゃんで蓋するか。でもエルファイアきついんですよね。エルファイアどんな感じ。まあでもここなら一発しかもらわないと思うから、ゴンちゃんここ、クレインここ、ディークシャニー、ティットンこっち。あ、待って、うん、リリーナ狙われるかな。ちょっと長弓に注意ですね。長弓とシューターに注意。シューターはまだ全然余裕ですね。こいつを一刻も早く倒したいから、シャニーここですね。こんな感じでしょうか。まだ何かあんのか。陛下、ギネビア殿下を発見いたしました。あ、見つかった。あ、そうか、セシラさんのねと一緒に行動してるから、まあそうです、そうなりますよね。ああ、ギネビア賢者だ、やっぱり。お兄様、ギネビアか、久しいな。お兄様、なぜこのようなことを。ああ、そういえば、二人で話すのは初めてかな、ゲーム始まって。平和に過ごしている人々を戦争に巻き込んでまで。平和に過ごしている、だと。嫉妬。え、なんだこれ。羨ましがる欲望、権力欲。どこの国でもそんなつまらぬもののために人は絶えず争っておるではないか。血で血と洗うようなものでも戦争。
それは。そういったつまらぬものから世界を解放しなければならん。出た、口癖。お兄様の口癖、世界を解放。わしの戦いはそのための戦いなのだ。ですが、そのために罪のない人たちが。そうだよ、マジで。もう、フィルとかさ、チャドとかさ、それは何もこのことだけに限られたものではない。お兄様、キネピア、お前はわしの妹だ。わしのたった一人の肉親だ。従って今回だけは多めに見てやる。ほう、ここら辺はアシナードよりなんか優しいですね。アシナードはさ、親でも殺しましたからね。しかし二度は許さん。ヒナ、覚えておけ。この軍にキネピアの親衛隊長がいたな。はっ、あ、ミレディね。ミレディと申す竜騎士です。その者に命じてキネピアをベルン王国へと送り返せ。そしてファイヤーエンブレムを封印の神殿に戻しておくように。はっ。お兄様、キネピアがベルン本国へ戻る。アクス、おい、これはレイで撮りたいな。撮れるかな。いや、ほんとね、あのサイードがないからいいですよね、その封印っていうか、アドバンスは。攻撃した後のサイードが。はい。何が銀の槍や、お前。当たらんぞ。おい、気持ちいい。でも、アレンも、あの、期待値見たんですよ。力とね、速さ。当たら当たら。よし。力と速さ5ぐらい低かったですね、アレン。アレンもね、力と速さちょっともうかなりへたれてましたからね。当たりそう。よし、危ねえ。じゃあ、長弓やろう。何が何でも倒すぞ。当たらんで。うわー、あっち。トゥ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 。いや、マジで敵フェーズの曲好きなんですよ、この曲。この曲。でであら。あ、ミレディ。ミレディ。ギネビア様、ご無事で何よりです。さあ、私の飛竜でベルンまで参りましょう。ギネビア様。ミレディ。何をなさいます。剣など持たれては危のうございます。ミレディ、お願い。私を見逃して。あ、もし。見逃したとしたら、これからどうなさるのです。リキア同盟軍のロイ様が近くまで来られていると聞きます。敵に走られるというのですか。このままでは世界がベルンのお兄様の軍に飲み込まれてしまうわ。どのような理屈をつけようとも、今兄のしていることは力による支配です。そのようなものの行き着く先が良いものである、あるなどとはとても思えないのです。お願いです、ミレディ。私を見逃して、ここから逃がして。一つだけ。一つだけギネビア様をお恨みしていることがあります。先にベルーンから出られたとき、なぜ私に一言、ご相談いただけなかったのか。それは、ミレディの立場を考えて、私のギネビア様への忠誠は、その程度のものとお考えだったのですか。私はベルンの騎士であると、騎士である以上に、ギネビア王前殿下の騎士です。騎士の宣誓をした時からそれに変わりはありません。おお、騎士の鏡。ミレディ。ですから私に願いなどなさらず、一言ここから逃がせとお命じになれば、私は喜んで、ギネビア様の命令に従いましょう。ミレディ、ありがとう。おお、あ、仲間になる、もしかして。ここで。攻撃はやめてください。私は敵ではない。え、敵じゃない？みんな攻撃をやめるんだ。誰も攻撃してないですよ。ロイ様、敵の口車に乗っては。敵の使者かもしれないよ。使者を撃っては騎士道に反するだろ。
甘いこと言ってから。あなたがロイドのですか？そうだけど君は？絶対ミレディの方が年上ですよね。10個以上多分上だと思うんですけど。君は？そうだけど君はって結構軽いな口が。ロイ様。ギネビア姫、ご無事だったのですね。はい、この者の助けを得て脱出してまいりました。あそこ久しぶりですね、会うのも。西方三島以来ですね。ミレディと申します。以後お見知りおきよ。ロイ様、セシリア将軍は生きておられます。本当ですか？深傷なんだこれは。心傷を負われましたが、今牢の、城の牢に。わかりました。詳しい話は後ほど。早くセシリアさんを助けなければ。ああ仲間になった。強いけどちょっと鋼の槍って、鉄の槍誰かなかったかな。とりあえず一旦カットします。ミレディも使っていこうとは思います。はい、ハードブーストかかってだったら相当すごいでしょうねこれね。てかこれセシリアさんより強いでしょ普通に。ねえ、そのぐらいひどかったよさっきのセシリアさん。セシリアおばあちゃん、しょうがないな。どうしよう。シャニーでこいつをなんとかしたいんですよね。倒せんし。でもそうなると、いや大丈夫か、シューターは平気か。じゃあシャニーで長弓を倒します。おおかっこいい。おお、シャニーもねなんだかんだそんな強くないですからね。7レベル分ぐらいへたれてましたからね。7回のレベルアップで結構へたれてましたからね。最後クレインやってくれんかな。やれ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 、よしナイス。結構今のでかいゾンとかわしたのは。さあ初レベルアップだよ。ティトは前に出せない。強いな。いやゴンちゃんは壁にできませんね。ちょっとゴンちゃん、ゴンちゃんはちょっと壁にできんな。ディークで倒します。ディークでいいか、ディークで倒します。当たらんで頼む、頼むから当たらんで、マジで当たるな。よしオッケー、ありがとう。なんか左側をみんな避けていくんですよね。ポンちゃんで救出する。リリーナ、こいつは長弓ね。いやここかな。で、ティトで引き受け、引き受けて下ろしたいけどクレインの位置邪魔だな。クレインの位置が邪魔。ごめんなクレイン。クレイン救出で、ボンちゃんで引き受けて、ダメか、しょうがない。ちょっとミスりましたね。ダメだ。シャニンの支援が外れた。ディーク、まずい。シャニンの支援が外れたな。
なんとか救出して。違うんだよ、ティトの位置が一番いいんだけど。あ、しょうがないな、これはもうしょうがない。じゃあクラリーネでライブ。ですよね。あ、違う。ああ、シャニーどっちみち入ったのか。じゃあ、ああ、じゃ一旦無駄になった。ちょっと、これ。ああ、じゃあ先にオルトで倒す銀の槍さよなら。よし。キラーランスがいたんですよね。オルト君初レベルアップだよ。ああ。まあまあ速さはいいよ。レイでいけるかな。レイちゃんいけいけいけ、当てれ。ヒューわー、よっしゃ、うめえ。あ、うめえてか普通で、アレンランス、キラランスは倒しておきたいですね。キラランス倒す。何気に上の方が楽勝でしたね。右がやばい。よし、うん、でランスで手槍を削る。削ったところをレイで取ると。完璧ですな、これは。ランスも非力のおかげで、これは、あ、大丈夫、外れますね。いや、でも大丈夫か。ロイぐらい外れても。またな、ま、長くない？イベント多くない？用意は済んだか。はい、ご命令さえあれば、竜たちはいつでも。なし、竜たちをいくつか貸し与える。軍の一部をナバダ砂漠へ向けよう。ナバダ砂漠。ナバダ砂漠と申しますと、この半島の中心部にある一帯ですね。そうだ、どうやらそこに人流聖域以来の隠れ里があるらしい。ほう、では新章期もそこに。あると考えて間違い、まず間違いないだろう。我々には必要のないものだが、敵に渡ると厄介だ。ああ、だからやっぱり前回のアルマーズも、賊どもをベルン側が雇って守らせていたんですね。なるほどな。先に送り込んだ部隊が攻撃を始めているが、戦力不足は否めないのだ。まあ、この量で戦力不足とはよく言うな。では早速傭兵たちと共に竜を差し向けましょう。うむ、ナバダ砂漠で捕らえた少女を預けてゆく。なんだ、先ほど言った隠れ里に住むシャーマンらしい。詳しいことはそいつから聞き出せばよい。ソフィアかな、シャーマンだって。かしこまりました。たかが隠れたとの一つ、このナーシェンメがすぐさま落としてみせましょう。その言葉を覚えておくぞ。は、無理無理、お前には無理だ。ドゥドゥンドゥンドゥンドゥドゥン。ちょっと、よー、ディークいいね。しかも追撃素晴らしいな。あれ、パラディン遅くないですか？銀の槍ってそんな重くないですよね。おい、大きな気ないです。ナイス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 。トゥー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 トゥ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 。ここは、あっ、ああ、ソフィアですよね。あ、まだお体が動いては。この傷の手当てはあなたが？はい、慣れなくてうまくはできなかったのですが。いえ、助かったわ、ありがとう。
それよりも早くここから脱出しないと。あ、動いては傷が。まあね、必殺食らいましたからね。このままこうしているわけには。大丈夫です。あなたを助ける温かい光がもうすぐ。光？ええ、その光は私にも救いとなります。待ちましょう、光の訪れを。あなた一体？私はソフィーヤ、ナバタの里の巫女。さっきの話に出てきた人たちですね。ナバタの里というのは？後で詳しくお話しします。今は私を信じてください。なるほど。さてここきついね、ゴンちゃんってか、ディークは本当よく頑張りましたね。ありがとう、本当に。とりあえずこいつを倒したい、死んでも。待って、ミリリューは誰、クレインか。クレインを担いどるんか。あ、じゃあ一旦今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。